はい、どうもゆうすけです。今回はマスターリーグのパーティー紹介していきたいと思います。パーティーが初手パルキア、引き先ドサイドン、そしてラスイチはソルガレオというパーティーとなっております。まあ、早速ね、初手ディアルガに出し負けたということでドサイドンに即引きしてるんですけども、まあ、グラードンではっきり終われるという展開ですね。で、このワイドブレイカーがですね、まあ、今期から弱体化を食らいまして、デバフが確定ではなくて 50% になったんですね。で、今回はデバフを引けませんでしたね。ここは炎のパンチでブラフされてきましたね。個人的にはもうはっきり追われてるんで、もうドサイドンは切っちゃってソルガレオに託す動きでいいかなって思って貼らなかったんですけども、これはもう少し削れそうですね。で、ここは悩むんですけども、まあ貼れば対面返せそうな勢いなんですけども、まあ切ることにしました。で、残りをパルキアで起点にしていくっていう感じですね。で、今2発ともデバフ引けなかったんですけども、まあ結局弾劾の続きには貼らなきゃいけないので、まあこの場面ではあんまそこまでデバフを引けなかったことに対する影響は感じなかったですね。ここはもう炎のパンチなんで、まあ、パルキアさん二重耐性なんでそんな入んないんで、まあ別に問題ないかなといった感じですね。で、こうディアルガーが持ってきたんで、まあ、ソルガレを出していきます。そしたらミュウツーですね。で、ここが一番悩みますね。シールド貼るかどうか。一発目炎のパンチを見せられている手前、ワンチャンブラフしてくるタイプの方かなと思ってギリギリまで悩むんですけども、まあ貼ったんですよね、ビビってしまって。そしたら運よくシャドーボールだったっていう感じですね。だから一発目の炎のパンチのあのブラフがですね、あの意味なかったように感じられた方もいたと思うんですけども、こういう時にね、心理的に効いてくるんですよ。次もめっちゃ悩みますよ。ここ悩みますね。悩みますけども、まあ、一発だったら耐えるんでシャドーボール貼んなくてもいいかなって思って、貼らなかったらシャドーボールでしたね。ただもうこうなってしまうとソルガレオさん、この HP であのディアルガーを倒さなければいけないんですよね。これは結構きついと思いますよ。お互いシールドは1枚同士ですね。ディアルガーが帰ってくるのでサイコファングを打って防御を下げていく。そしてもうパルキアを出すしかありません。1段階防御を下げた状態でパルキアがどこまで削ってくれるかです。結構粘ってるけどパルキアさんの方がダメージ受けてる感じはしますよね。アクアテールを打っていく。で、もう一発アクアテールを打ちます。これがどこまで入るかですね。意外と入ってくれるんですよ。これがサイコファングの効果ですよ。だからサイコファングと竜の息吹の相性がめっちゃいいんですね。この試合まさか勝てるとは思わなかったんで、これは勝った瞬間めちゃめちゃ興奮しましたね。サイコファングやべえ、そしてパルキアの竜の息吹のゴリ押しやべえと、個人的にもこのパーティー最強じゃねっていう感じでめちゃめちゃ自信になった試合でしたね。対戦ありがとうございました。では2戦目です。対戦よろしくお願いいたします。お相手の初手はザシアンということで出し負けですので、ドサイドンに即引きしていきましょう。まあインファイト持ってなかったらラッキーだなーって思ってたんですけども、まあ多分これインファイト打ち逃げされますよね。ただこのザシアンのインファイトなんですけども、ドサイドンが結構耐久があるのでそこまででもないんですよ。赤ゲージまでいかないんですよね。このドサイドンクッション役としても課題の活躍をしてくれます。そしてワイドブレーカーを打っていって、運よくデバフを引けましたね。 50% の確率でデバフを引くことができました。そしてワイドブレーカー、この速さでバンバン打っていく。だからこのワイドブレーカーという技はデバフ関係なしに、そもそもこれだけの高回転で打てること自体がやっぱ優秀な技なんですよね。プラス運が良ければ相手の攻撃も下げてくれると。だから個人的にはワイドブレーカーの弱体化の影響はこのドサイドンを使っている限りはあまり感じなかったですね。やっぱこうやって細かくドラゴン技を打てる、そしてギラティナとかに圧を加えられるということ自体がやっぱ脅威だなと思いましたね。ただもちろん攻撃が下がるに越したことはないですよね。ここはシャドーボールを食らってしまうんですけども、皆さん見ててください。シャドーボールが
あんま入らないと。これ2段階下がってなかったら多分半分以上持って帰っていたと思うので、まあ、デバフをね、引けたら引けたらラッキー、引けなくても十分戦えるという感じですね。そして、まあ、DR が出してこられましたので、ソルガレオをしっかり当てていきましょう。これはもうソルガレオに、まあ、シールドハリハリ生かす感じにしておけばね、ソルガレオで DR がとザシアン両方見れますので、ソルガレオをがっつり守っていく感じで立ち回っていきましょう。で、まあ、ディアルガの技はね、アイアンヘッド全然食らわないので、まあ、流星群も耐えるんで、まあ、こう貼らないでおきました。多分最大打点はインファイト、もしくはワイルドボルトになってくるのかな。その技に貼れればいいと思います。で、ここはシールドを貼っていきましょう。で、インファイトで下がってるんで、ここはサイコファング打っていきますね。まあ、お相手からすればこれ貼るしかない状況だと思うんで、ここはサイコファングの方がいいかなと思って打ちます。貼ってきます。防御が今、インファイトで下がって、かつサイコファングでも下がってて、めっちゃ下がってんのかな？これはサイコファングでいけると思ってサイコファング打ったんですけども、ギリギリ残るから、だからここは、インファイトが溜まっている状況だったので、すかさずパルキアを出して、パルキアでインファイトを受けていきます。で、まあ、ディアルガに倒されるんですけども、こちらシールドあと1枚残っておりますので大丈夫ですね。ザシアンはもうゲージからなので、こうディアルガさえ倒してしまえば勝ちですね。オッケーですね。だからこのディアルガに対して安心できるというのが、ソルガレを使っててものすごいでかいんですよね。やはりディアルガはマスターリーグの王様、なんだかんだ言って環境に一定数いるポケモンですね。そのポケモンに対してノーシールドでいけるというのは本当に心強いですね。対戦ありがとうございました。では今回最後の試合です。対戦よろしくお願いいたします。お相手の初手は鳳凰ですね。焼き尽くすの強化によって今すごい増えているポケモンの一匹ですよね。まあ、鳳凰、ソルガレオには当てたくないといった感じですね。で、ここはブレイブバードと同発でアクアテールを打っていきます。で、ブレイブバードに対して貼るかどうか悩むんですけども、まあ、ここは貼っても OK、貼らなくても OK っていう感じで、割と諸説ありな状況ですね。今回は貼らないでおきます。シールドアドバンテージを優先いたします。そしたらギラティナが来ましたので、もうパルキアで対処できる HP は残っていないので、ドサイドンで追っていきます。まあ、この展開だったらブレイブバードに貼った方が多分良かったんじゃないのかなとは思いますね。で、ここは対面返されたら終わりなんで、鳳凰とソルガレオを絶対対面させてはいけないので、まあ、対面を取りたいのでシャドーボール一発目は貼りました。運がいいことにデバフ引いてくれましたね。ガンガワイドブレイカーを打っていきましょう。まあ、1段階デバフ引けたら、まあ、対面は取れるかなっていう感じですよね。そしてもう1段階2段階も引いてくれました。これは運がいいですね。シャドーボールそんなに入んないと思いますよ。全然入んないですね。対面維持できました。そして DR が来ました。まあ、これだけ HP が残っているので、まあ、起点にはされるんですけども、ただ、ディアルガの HP 結構ね、このドサイドンが削ってくれるのと、それからいくら起点にされても、ソルガレオでクッションできるんで、ディアルガの技は。流星群とか撃たれても、ソルガレオだったらノーシールドで問題ないので、ここはソルガレオでクッションしていきましょう。ただ問題点としては、現状パルキアの HP がほとんどないんですよ。そのほとんどない HP の状態で、鳳凰を倒さないといけないんですよ。果たしてそれができるかどうかですね。パルキア出していく。もう赤ゲージですよ。赤ゲージ対緑ゲージなんですよ。まず一発目、アクアテールを打っていくんですけども、まあお相手の方シールドあるので、あと一発アクアテールを打たなければいけない状態なんですけども、果たして間に合うか。強化された焼き尽くすを耐えられるのか、この子は。耐えられるんですね。いや、パルキアすげえわ。これ普通に押し切られると思っていたんですけども、さすがは炎二重耐性ですね。
強化された焼き尽くすを余裕で耐えていきます。ちなみに海王が相手でもパルキアさん HP 赤ゲージでも十分仕事してくれるので、今パルキアさん本当にハマってると思います。では今回の動画では全3戦お届けいたしました。対戦ありがとうございました。このパルキア、ドサイドン、ソルガレオというパーティー本当に今ハマっていると思っていて、一番いい時で勝率8割を記録しましたね。まあこの3匹特にソルガレオが厳選難易度と育成難易度めちゃめちゃ高いんですけども、もし用意できるという方いましたらぜひ試されてみるのはいかがでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。もしまだチャンネル登録されてない方いましたらぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価などよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でよろしくお願いいたします。アディオス。